カルマはアメリカ合衆国のフィスカーオートモーティブが製造していた高級プラグインハイブリッドカー。開発にあたってはアメリカ合衆国エネルギー省の自動車製造先端技術インセンティブプログラムに基づく定理融資を受けて行われている。アルミ素材を多用した1台10万ドルを超える高級 PHV としてシボレーボルトや トヨタプリウスなどの量産車とは異なる製品コンセプトを持つ。車体製造はバルメトオートモーティブに委託されて行われていた。ハイブリッドシステムにはシリーズ方式を採用する。リチウムイオン電池に蓄電した電気を利用して走行できる距離は約 80km であり、電池の残量がなくなると発電専用エンジンを稼働させて電気を得る。発電専用エンジンとして ゼネラルモーターズ製の水冷直列4気筒、排気量2.0リットルのガソリン直噴ターボエンジンが搭載される。アメリカでは2011年、欧州では2012年に発売。1号車はレオナルド・ディカプリオに納車された。2012年の北米国際オートショーに出展された、フィスカーサンセットコンセプト2011年のフランクフルトモーターショーに出展された。 フィスカーサーフ発売早々2台のカルマが炎上する事件があり2011年11月には冷却水の漏出が原因でバッテリーが短絡する恐れがあるとして239台がリコールされている2012年3月にはコンシューマーレポート紙のロードテスト中にバッテリーが故障して再始動できなくなるトラブルが発生した この時のテスト車両は3 2 0トルも走っていない新車であり、実装試験に先立って行われていたスピードメーターの適正試験の後に指導不能となった。同志はカルマを表して、我々は年間80台余りの新車を購入してテストしているが、チェックインプロセスの後に走行できなかった例は初めてである。と告評した。結局、 同志のテスト車両のトラブルは A123 システムズにおけるバッテリーの製造工程に問題があったとして2012年5月時点で出荷済みの1400台余りの車両すべてが2度目のリコールの対象となった。また2012年のハリケーンサンディがニューヨークを襲った際に少なくとも十数台のカルマが水没しそのうち16台が炎上爆発したことも報道されている。 これらのトラブルの原因は A123 システムズが製造したリチウムイオン電池とされていたが A123 システムズはフィスカーをはじめ4つの企業が製造した電気自動車の大量リコールにより5500万ドルもの費用が発生するとともに製品の評価は下落、商談が破断になるなど致命的な打撃を受け2012年に連邦倒産法11章の申請を行い 経営破綻した。A123 システムズの破綻によりカルマの生産は5ヶ月に、渡りストップし、その後も新たなバッテリー供給のめどは立たず、在庫分による製造を最後に2012年以降は、カルマの新規製造は行われなくなった。カルマのバッテリー問題により、フィスカー社の資金繰りは極端に悪化し、DOE への資金返済が滞り始める深刻な、 経営危機に直面した。煽りを食う形で2013年に発売が予定されていたカルマをベースにしたオープンカーであるフィスカーサンセット、シューティングブレーク型ハッチバック車のフィスカーサーフ、小型セダンのフィスカー、アトランティックなどの派生車両の販売計画はすべて凍結された。このような不備や不運が重なり、2013年にはフィスカー創業者でありカルマの開発者でもあった。 ヘンリック・フィスカーが退任。2013年11月22日、フィスカー・オートモーティブは経営破綻した。不良債権を含むフィスカーの資産をめぐって、競争入札が行われたが、リサは回引きる香港のハイブリッドテクノロジー、ホールディングスを抑え、中国最大手の自動車部品メーカーであるマン、公衆団が落札した。その一方で、フィスカーの商標権は引き続き、 ヘンリックが保持し続けることとなった。破綻したフィスカーの資産はマコー集団により回答られたが、その中にはパワートレインがない、俗にグライダーと呼ばれる状態のカルマも含まれていた。ゼネラルモーターズ副会長のボブラッツは2013年に25台のグライダー状態のカルマを購入し、これにシボレーコルベットのパワートレインである647馬力の6.2リットル V 型。 8気筒の LS9 型 GM、スモールブロックエンジンと6速、オートマチックトランスミッションを搭載してリバジした VL 界デスティーノを同年の北米国際オートショーに出展した。ボブラッツはデスティーノを量産する目的で、ギルバート・ビジャレアルと共に VL オートモーティブを設立、マン光集団からさらに100台ほどのグライダー状態のカルマを購入してデスティーノの 生産を行うこととなった。VL オー t モーティブは2014年に電気自動車メーカーのグリーンテックオートモーティブと合併。2016年にはフィスカー創業者のヘンリックも経営に参画して社名を VL 界オートモーティブに改めデスティーノの完全な自社生産に乗り出すこととなった。ヘンリックは旧フィスカー社退任後に HF デザインテクノロジー社を設立。 いくつかのカスタムカーやヨットの外装設計に関わっていたが、それと並行してノーベル物理学賞受賞者のアンドレガイムやコンスタンチン・ノボセロフラとカルマでの失敗を参考に新しいバッテリーの研究開発を行っており、2016年に完全電気自動車を開発製造する新会社であるフィスカー・インクを設立した。新しいフィスカー社の電気自動車は、 2017年より VL 界オートモーティブ社が受託して生産が行われる予定である。一方、万光集団はフィスカーと同時に A123 の製造施設も買い取ってカルマの一貫生産体制を整えると2015年にカルマオートモーティブを設立。2016年9月8日にカルマレベロの販売を開始した。カルマレベロは事実上 フィスカー・カルマの販売再開であるとみなされている。フィスカー、EV スポーツのカルマをディカプリオにノーシャスポンス2012年11月6日、閲覧ジェームズ・アール・ヒーリー、コンシューマー・リポーツ100ドル K、フィスカー・カルマ・ダイズ、オン・アライバル。USA Today。http コンテント、ユーザタデイドット・コム、コミュニティーズ、ドレブン、ポスト、2012、03。 コンシューマーリポーツフィスカーカルマブレイクス12013年5月12日閲覧高級ハイブリッド16台が浸水で爆発産経新聞ニュース http コロンスラッシュスラッシュ SANKEI.jpmsn.com ワイヤードニュース121101ビア12兆1101億1 6 3万1 N1HTM2012 年11月1日閲覧。米エコカーベンチャーのフィスカーが破綻日本。経済新聞ウェーブ経営破綻した。米フィスカー資産。中国の万無機集団が落札ロイター2014年2月17日11時29分。JST。ありがとうございます。